生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、イロシキーズです、はい、本日も気になるニュースを取り上げていきたいと思います。そして本日のお姉さんはプズキちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プズキです。大阪府出身の24歳です。普段は、女優タレントとして活動させていただいています。よろしくお願いします。ね、本名？本名です。すごいね、見たことない。ねえ、極道の子とかじゃない？違うよね、大阪の子。いやいや、本当に、はい、そう、ふずきだって。なんかちょっとだけエロも漂うし、なんか少しだけ悲壮感も漂ってる気がする。なんか、普段なんか何やってるんでしたっけ？お芝居。はい、お芝居。どんなお芝居が得意なの？どちらかというと影のある役。おー、影のある役得意です。次のニュースいきましょうか。はいはい。ツイッターが8月12日、はい、リプライができる相手を制限する機能を始めたと発表し、ユーザーの反響が広がっています。ツイッター上ではクソリプを恐れずにつぶやける、誹謗中傷が減るといいなと歓迎や期待する声が相次ぐ一方で、デマが修正できないかもしれないのは困ると懸念する人たちもいました。こう、あのインスタみたいなもんかな、うん、インスタもできるよね。できるよね、うん、要はコメントをつけることができるのがフォローしてる人だけみたいな機能だよね、あれって。多分、あ、そうね、もしくは誰もできないようにするとか。誰もできないようにやと思うけどね。いや、なんかその制限っていうのがあって、フォローするしてる人のみと全てと、そうね、なんかそれで選べるね、あれ。なんかうち、そのなんていうの、コメントできるのを消されてるのを見て、うん、で下にもなんかコメント来てる気配もなかったから、まあそれは全部にしてるんちゃう、そういう人は。でもたまに、あ、それ見て、あ、この人私はあれなんだなみたいな、私からのコメントは許可してないんだなとか、あと、あ、私親しい友人に入ってないんだなっていうのバレードが。あれ、あの親しい友人やうちだけに見えないようにしてるんやみたいな。あやちゃん最近ツイッターとかいろいろやってるけど、クソリプってくる？クソリプ来るよ。かわいいな、クソリプ来るよ。クソリプ、クソリプ言い方がかわいい。クソリプ、そういうクソリプならいいよね。クソリプならいいよね、なんかしても。クソリプどんなんが来るの？いや、なんか自分はそのツイッターとかその SNS やるのがすごい苦手なの、うん、でなんか投稿するのが、うんうん、でツイッターとかをそのちゃんとできるようにどうすればいいんやろって考えた結果、なんかこう料理とかってさ、毎日するもんやから、なんか料理アップしていけば慣れてくるやろうと思って、うん、こう料理をちょっとなんていうの、あのこまめにアップしてる時があったんやけど、なんかエビをなんか調理してる動画をちょっと撮って載せたんだけど、なんかキューピークッキングみたいな感じなんかな、なんかね、ちょっと俺見たことあるわそれ、あの動画、ちょっとこうコマ送りみたいな、ピン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 みたいな料理してる姿、まあ、ところどころこうなんか切りカットしてる感じね。そしたらなんかエビのなんか背わたを取ってへんやろみたいな感じのことを書かれてて、取ってるわと思って、切ってるだけなんだよそこは。カットしてるからな。カットしてあって、でもちゃんと取ってたの。それも書いてて、なんか背わたじゃない、腹わたって書かれてたの。でも腹わた、腹わた、腹わたもあるんじゃない、この足のこのやつ。それも間違ってますよみたいな。いや、もうそれでイラッとして、うん、もうこんなんいちいち書かれるんやったらもうなんか嫌やなと思って、なんかまたこう減ったんやけど、その後もなんか料理の投稿とかは、なんかでもさ、確かにさ、あのインスタとかはいいなと思うんやけど、ツイッターって結構拡散するためのものやったりするやんか、うん、一つの意見もバーって。だから確かにこのデマ問題みたいなのは大変かもね。デマ問題をどうするかっていうのはいると俺は思うから、ツイッターでこれむやみやたらに確かにやってしまって、全部一回見るやん、やっぱデマだやつだと、このデマのあれ上に来るやん、いいねが多くなって、リプライもできないってこと？引用リツイートとコメントはできないってことだね。はい、じゃあ、はい、
危険やと思うで、俺ツイッターはあのほんまにで140文字やからさ、補足がなかったりするといやこれ全然違う意味になるでとかっていうことを書いてたりする人も結構おるから、そこに対するものはいるんやけども、クソリプはまたな、なんかうざいのはわかんねんクソリプなんかうざいのはわかんねん。いやあのさ、昔これネットですごくよく出回ってたんやけど、あのクソリプのいろんな型、こういう何々型みたいなのを説明してる画像が昔回ってきたことがあったんやけど、それにもめちゃくちゃ共感、ほんまそうって思ったのがあんねん。あのほんまそうって感じのやつにちょっとな読むと、最初にな、砂糖って甘いんだよなってつぶやいたとするやん、で普通はなそれに対してそうだよねとかさ美味しいねとかなんかいろいろ書くやん。ただあの人が多くなってくるとって思うようなことを書く人がすごい出てくる。例えば一つ目がな、主語決めつけ型、甘く思わない人もいる、国民の総意みたいに言わないでほしい、この方もうすごいねこれ、あるねん、大げさだね、あるねん。そう、あと斜め上から型、斜め上、世の中には味覚を感じられない人もいるんだが、その話してないよねってなるよね何の話してんだもんっていう、そんな話は一切した、甘いなっていう感想を言ってるだけやから。で次、一概には言えない型、何々かとで終わる、砂糖にはいろいろあり、人が感じる甘みは糖度だけではなく形状にもよる、一概には言えないかと、まあそうですけどみたいなっていうことしか言えないよね。そう、あと自分語り型、私は毎日砂糖を食べていますが甘いと感じたことはないですよそれはお前だけだそれはお前の感想だろって次、クオリティ要求型、クオリティ、砂糖が甘いというなら塩がしょっぱいということにも言及するべきだ。今砂糖の話してるのにねなんで塩が出てきたんこの人って思うよね。そう、あと家族申告、家庭環境申告型、私は昔から親に砂糖を禁じられていました、そういうことを言えるのが羨ましいですなんかすごい触りづらいよね触れづらい人で、何があったんだっていうね、なんかまあ大変な家庭だったんだろうけど、ごめんって言うしかないよあと独り言型、うーんで始まるなんか嫌だな、うーん、砂糖が甘いというのは一理あるけどレモンが酸っぱいと思うのは私だけ、全然違う話してるこいつは全然違う話してるよね。で一番悪いパターンがね、ただのバカっていうのがあって、ただのバカ、ただのバカ、甘いから何？嫌なら食べなければいいめっちゃキレるやんいやもう、でもこのバカが一番多いと思うの、逆ギレし、まあ、でもバカが一番多いな、だったら嫌なら食べなければいい、いや別に嫌って書いてへんからって佐藤が甘い言うてるだけやん、あと嫌やったとしても食べへんけど書かせてとも思うよな、それを書いてはいけない、じゃあ嫌なら見なければいいと思うし何なんだよと思う、くだらねえことに時間使って生きてんじゃねえよって思わない、本当にこれを書き込む時間があったらさ、いや本当になんかできることあるでしょうよ。よし今日はツイッターでなんかいいもんないかな、ピリ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 みたいな感じだよね、もうマジであんたが言った感じ。いやまあでもまあ暇なんだろうから難しいね、これツイッターに関してはやっぱ拡散されるってのも悪いから、俺ツイッターむしろね編集機能をつけてほしい、編集めっちゃ誤字を書くの、誤った文字を、あーうわーここ思い出した、これめっちゃ言われんねん、この漢字はこうやで、あ外国人やなうるさい、ま、外国人関係なく誤字だからそう、誤字を書くと誤字やねん、ただのこれってどういう意味、こうやってあって書いてんの、それとも間違って書いてんのとか確認されたり、うん、だから書いてるやん、一杯とか一杯とかさ
まあ、ただあのツイッターの場合な、これがなかなかつかへん理由は、それもやっぱり拡散される中で、みんながいっぱい拡散した後でヒュッて変えられると、内容を変えられるとなんかこう、あ、そっか、良くないっていう、その違う情報にいきなりすり替えて拡散することになるから危険だっていうので、それがつかないみたいなんだけども、なんかこう編集をした段階で、この編集はこのあなたがしたリツイートはなんか編集されましたが大丈夫ですかみたいなそういうのが来る機能とか、なんかなんかうまいことを編集できるようにしてほしいなって俺ちょっと思うんだよね。あのっていうのもやっぱ間違って書いちゃうことってあるから、でそれで指摘を受けて、うわこれ訂正したいな訂正したいなって思いながらも、でももうふわーって世の中に拡散されていってるっていう状況があったりもするから、ツイッターって難しいな、どうしこれ、多分なんかほんまに思ってる以上に難しいな。まあ下にもう一個書き込むしかないよね、自分のツイートしたところに、こう、あ、これ間違ってました、ここ訂正とか付け加えるぐらいしかできない、まあ、今はそれしかやってないけどな。でも嫌やろ、それこれあっと書きましたが、これは誤字であって本当はいいでして、私は別に外国人だから間違ったわけではないですみたいな、書きたくないやんか。だからなんかまあ分かってるよねっていう感じ。分かってるよねなんかクソリプくる、クソリプ自体は経験ないんですけど、うん、なんかこう目にしたくないリプを見たりすることはあります。あの他の人に対するクソリプとかを見て、ね、なんか今ってすごい出てくるというか、フォローしてる人のツイートとそのまた返信まで見れるので、うんうんうん、それはありますね。自分じゃなくてもなんか戦ってる人がいるの出てくるよね。友達が叩かれてたりとかっていうのも見えちゃう。好きな芸能人に対するクソリプとかムカついたりする。優しい子やな優しい心が綺麗、私そんな思いつかない、まだ汚れてない、全然心汚れてた、あんためっちゃ手冷たい大丈夫、びっくりしたよ今、氷のように手が触ってやばくない、なんだろう女の子は結構冷たい、そんなに冷たいの、やだ冷たい。まあね、このなんかクソリップが増えてるような状態だから、まあ、なんか芸能人に対しての誹謗中傷とかも結構増えているような世の中になってきてるから、まあ、そういうのがなくなればいいなって思っています。ちょっとあんたが好感度上げるだけのこと言わんとさちょっと今言ってほしいのは、まあ、言ってほしいのは皆さんはどう思いますかって、いろんな意見をコメントで聞けるといいと思いますって言ってほしかったのに、自分の好感度をまた上げている。いや今言おうとしたのに、私も誹謗中傷なくなったらいいと思ってますそうよ、皆さんどう思いますか、書いてください思ってることを。怖いわちょっとはい、それでは本日ニュースを読んでくれたのはふずきちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あれちゃんの台本がさ本日のお姉さんふずきちゃんってもうひらがなで書いてて可愛いよ2つ言うと常点々なんです。失敗でしたあ常に点々です。やっぱロシア人やなありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。ふずきちゃんどうでした今日は。いやすっごい楽しかったです。ほんとそういうしかないもんね、はい、いや楽しかった。だってプラスに言われるからちょっと恐怖も感じつつ感じてたらしい。やっぱり概要欄の方に、はい、あのふずきちゃん の, あのインスタの方も貼っておきますので、ぜひ皆さん見てみてチェックしてみてください、はい、お願いします。はい、じゃあバイバーイ。